地方経済なんですけれども、かなり今厳しい状況にありますよね。外資がですね、どんどん撤退しているということなんで、まあ日本も早くもっともっと撤退した方がいいと思うんですが、いきなり地方経済が本当に崩壊してしまった場合どうなるかちょっと心配ですよね。よく共産党関係者がその自衛隊の施設の周辺をですね、結構買ってますよね。そういうことが一番問題じゃないかと思っていますけど。